こんにちは、平山愛子です。今日はダイエット中にやってはいけない食事方法について教えてくださいという声をいただいたので、こちらについてお話ししたいと思います。今日はまず一つ大切なことについてお話をしたいと思います。知っていただきたいのが締め壊しという言葉です。締め壊しって何なんだろうと。ご飯屋さんに行くと最後締め何食べるって言いませんか。まあ、例えばご飯物だったり、飲みに行ってたら締めのラーメンとか締めって言いますよね。今日一日ご飯を終わらせようっていう締め物を壊していくという食べ方です。それどういうことかというと、締めのご飯を食べながらお肉を食べる、そうやって食べるとお肉とご飯食べられる量っていうのは圧倒的に締め壊しで食べてた方が実は食べられてしまうという恐ろしい実験結果が実は出ています。もう昔からの日本の料亭とかってコース料理で食べても前菜から出てきて、最後にご飯とお味噌汁とこのものって出てきますよね。それが本来人間が食べる正しい食べ方なんです。それを私たちが家庭の食卓で鶏の唐揚げ、ご飯、お味噌汁、ドーンみたいなこう定食にしてしまったことで締め壊しが起きてしまったんですよね。そうするとご飯片手に食べるからおかずもいっぱい食べれちゃうし、ご飯は2杯3杯おかわりをしてしまうわけです。それが一番まずい。その締め壊しの食べ方をしている代表例がお相撲さんなんです。相撲部屋に行くと白いご飯を片手にちゃんこ鍋をいっぱい食べて、たくさん食べなさいねって言って体重を増やしていきましょうね。その食べ方が実は締め壊しの発祥になっているので、ぜひね、皆さんもお家でご飯を食べるとき、お外で食べるときも、ご飯を一緒に食べるんではなく、きちんといろいろなお野菜食べて、こうメインディッシュ食べて、最後に締め、そしてお味噌汁、まあ、このものというような順番にして、きちんとね、締めていただくという、締め壊しをしない食べ方していただくと、実はね、食べる量って、圧倒的に減ります。焼肉でやってみてください。そんなにたくさんお肉は食べられない、お肉ばっかり食べていたら。なのでぜひ皆さんもご飯片手にではなく、きちんと締めを食べるような食べ方、締め壊しをしない食べ方、ぜひやっていただきたいなと思います。今日はダイエット中に避けたい食事方法を教えてくださいということで、締め壊しの食べ方をしないということについてお話をさせていただきました。ちょっとでも皆さんの参考になったら嬉しいなと思います。こちらの動画がちょっとでも参考になったなと思いましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。